それだけ教えて。なんでその流れになっちゃったのかな。ファンの人やろ、絶対言ったん。違う？違うかったらごめんね。やっぱりファンの人やから、ファンの人や。それを採用するかりんちゃんもかりんちゃんやけどね。はい、これで優勝シーンかと覚えときや。ファンの人の、ファンの皆さんも覚えときなさいよ。本当に逆にこれで優勝したら景品もらおう。景品もらおうかな。TKG な、 TKG いやや。TKG じゃなくて TKG のやつもいいけど、やっぱねイヤホンが欲しいよね。あるけどプロじゃんあれ。ということで私も考えます。なので皆さんに何か提案ください。今 NMB48 と NMB48 のショールームにて、NMB48 とショールームのナンバーワングランプリっていうものをね開催されてるんですけども、明日までなのかな。そうやけど今日私はギリギリですけど今日配信してちょっとその大喜利やらを決めようかなって思います。ナンバーワングランプリ最初のお題はこちら。最初とか、最初って書いてるからもうあれやろな、第2弾とか来そうやな。これ発揮生オーディションで大型新人が加入、どんな新人。あおい小島、白鳥持ってこい。あのあれやろ、あのテレビでやってたやつ見た私あれ。白鳥持ってこいね、白鳥入ってこい。なんか小島狙いに行くの私は。なんかすごいな、買ってきて買ってきてな。笑いの神様のやつテレビでね、こじりんが、こじりちゃんと小島かりんちゃんと渋谷渚ちゃんと梅山ここなちゃんが3人出てたんですよ。ただなんかこじりんの寝てる姿をドッキリ仕掛けるみたいな、そうあって、そうこじりんが寝てる布団をパッて開けた時に白鳥にあるやん、あのバレリーナのさ、よくさ芸人さんたちがやってたやつ、そうあれをね。小島司会師はありだね。いやそこで待機使いってなるやん。これどうしよう、優勝できるんだったら。白鳥吐いてこい、あそれありあり、いいね、小島会師いいな。なるほどね、他なんかないかな。もう決まってるやん。もう決まっちゃってるやん。おもろおもろ。あちょっと一個提案っていうか、一個それを置いて後で投票式にしよう。何個か出して、おい小島間違えた。入ってこいにすんの、間違えた。なんか最近打てへんの、これ一個ね。おい小島、白鳥入ってこい、悪いやんな、悪いよな。私が1個考えたのは全身タイツ、
NAB のメンバーって何人かやってるやん、全身タイツでさ、いっぱい体張ってるやんか。ね、でもそれじゃおもんないなと思って、そういろいろ考えててんけどなかなか出てこなくてそう、でも小島返しか、小島返しは全然考えてなかったな山本さやかが現役で復帰、すごいやば、それを大型すぎる。そうピクトグラムとかね、ダンサブルでねあったやん。ユーミンのパジャマどこで買ったの？これはネットで買いました。ネットで買ったよ。身長145センチなのに足が35センチでも臭くないメンダル全身タイツでピクトグラムを披露して合格した新人、あーそれあり、うわめっちゃ面白そう、それいいねいいねいいね。面接で全身タイツでピクトグラムか、すごいな。やほんまにやってる子いてたらもう即合格よ本当に。いいね、みんなが考えてるやつ。それ入れよう。間違えた。なんて書いてたっけ、あの人。私は本気であのイヤホンプロ欲しいから、ちょっとみんな協力よろしく。ごめん。一般人インスタのフォロワーが10万人負けてる、私10年おるのに負けてる。バツ2の子持ちやって、どうなんそれは、それはどうなんですかね。みんなカニ入れたがるやん。カニはいいねん、もうカリンちゃんが取ってるから。あ、どこでも映り込む才能を持つ新人やってさ、度胸ありすぎでるしょ。でも今それも最近入ってくる子はすごいいろいろやってたり度胸ある子がいっぱいですもんね。かわいい。みんなセンス良すぎて笑い、ほんまにおもろい。小島は石田買ってこい。何石田買うねん、誰がカニじゃ。リンちゃん、リンがずっとずっとひっついてくる。実は金子さんの隠し子。
それも見てみたいな実現してほしいやつが何個かあんねんけど。私思うねんなんかまあ今多分書類らへんなのかな、オーディションが8期生の。こんなさ大喜利でさ、なんか大型新人が加入、それはどんな新人みたいな感じでさ、なんかみんな大喜利していってるやんか。その応募しるコーラってさ、まあ、NAB のことが好きで誰々推しとか憧れで入ってくる子おるやんか。これもしショールーム見てみ、プレッシャーやろな、次の 面接とかオーディションが。なんかやらなあかんのかなってならへん、ハードルがちょっと上がるよな、その子たちにとって。まあしゃあない、もう吉本ですからまあまあまあ、それが全てじゃないからね。ハードル上がっちゃうなって思う、私やったら。そうだけど、まあまあまあ、なあ、みんなの笑いのレベルが高くなりそうな。大丈夫大丈夫よ、 NAB に入ってから笑いのセンスを磨く子なんていっぱいいるから。私も最初お笑い系統じゃなかったもん、可愛い系統で元気っ子っていう系統だったけど、徐々にね、あのいろいろやらされるからいやでもやらされるからタイツで書類送ってみようかな、合格私の中では合格。うーん、何しようかな。出たのが「おい小島白鳥入ってこい」か、面接で全身タイツでピクトグラムを披露して合格した新人が出ました。どうしよう、ゆうちゃんがいるならいるから。 NAB が閉まってるところがあるよ。嬉しいね、ついてもらえない。せやで、7期生なんてね、加入して2日目で私のなんか何が、マカニ、何あれ、マカニ村っていうものをやらされてたからな、かわいそうと思いながら私はそのカニの全身タイツとカニの被り物で頭しか映らんかったけど、かわいそうやなって思いながら見てた。あれアンチュなん、アンチュが提案したやつの、アンチが悪いって書いてる。何しよう、どうしよっか。そうやんな、 YNN さんが考案してるよな。りんちゃん、かわいいお腹。総選挙を辞退してこっちを選んだ。どういうこと、どういうこと。りんちゃんお腹がかわいい。15分経過しましたって来ました。何がいいと思う。この2つで1回投票しようかな。こんなんな、いっぱい出てきたらね悩ましいから。1が、じゃあもう投票します。1が、おい小島白鳥入ってこい。2が、面接で全身タイツでピクトグラムを披露して合格した新人。さあどうぞ。1が小島ね、2が全身タイツね。
ピクトグラムは言うて今年流行ったものじゃないですか。で、全身タイツはいろんなメンバーがやって多分通る道やと思うんですよ。それを最初から面接でやるっていうのは結構なかなか面白いんじゃないかなと自分個人的には思ってるんやけど、まあ、小島返しも面白いなって思う。さあどっちが多いのか、これで決定いたしますよ皆さん。これいつ投票があったらいいんやろ。さあ、じゃあ投票終わるで。あと1分待とう18分になったら投票終わろう。はい、終了しまーす。じゃらん。1が何、小島か。2が全身タイツ。1が圧倒的に多いじゃあ決めました、決めました。1かりんちゃんになります。1おい白鳥、小島白鳥入ってこい。え、コロナでこれでいいんかな、ほんまに。もう投票して、投票終わってんのに、投票終わってんのに。1番決定です。圧倒的に小島返しできます。いいのかなこれで。小島返しでいくねんけど、な、うん、なんか付け出すとかそういうの、なんか分かる人ね、分かる。なんかこれはさ、テレビ見てないと分からへんやんか。やからなんか付け出した方がいいのかなと思って。どう思います？それって大喜利ね。そうやね、大喜利にはなってないかなって。うん、そうなの、大喜利にはなってないのよこれ。うん、審査員ってショールームのスタッフさんだっけやってさ、多分分からへん、多分知らん知らん知らんのよ。そうだから、もしショールームのスタッフさんやったら、私のカニのことも存在してなかったら、存在っていうか知らなかったら、何これってなると思う普通に。どうしようかな。大喜利の固定概念を壊していこうってさ。せやんな、外部のスタッフさんに、スタッフさんが審査するんだったらユーミンもフジリンもあかんやん、伝われやん、ほんまに知らんかったな。おい小島、笑いの神様の白鳥吐いてこいやつさ、わかるかな。どうしよっか。どっちでいくかやな。遊びに来たよ、ありがとう。マジで狙いに行ってるやんって。それはな、それはなっていうか、やっぱマジで狙いに行った方が面白いやん、中途半端にやるよりかは。
七本ですね。見た見た見た。写真載せてツイートはあかんのかな。あー、それありやな。白鳥姿の写真好き。ありやな。うん。写真欲しいな、そうやったら。白鳥のこといろんな現場でいろんな人に見たよって言われてるってかりんちゃんがショールームで言ってたよって。本当に？というかエネビーってすごいよね、地上波で白鳥が来てるのが、うん、うちのキャプテンが来てます。タイトルこれでいいの？白鳥の写真を載せるとして、笑いの神様つけた方がいいかな。嘘、かりんちゃん乗せてたって。ちょっと待ってな。おぎりになってんのかな、大丈夫かな。どこで戦ってんねん、うちら。どこや、どこで乗せてんの。ほんまや、乗せてた。みんないつも見てた番組に自分が白鳥姿で出演する日が来るなんて思っていませんでした。どうしようか、どうしたらいい。石田 VS 小島で企画につながりそう。いらん、そんな企画。いらんわ。事故でしょうが、もう事故やろ。保存したけど、タイトルはこれでいいのかどうかであって、どんな新人。番組名つけなくていいか。そもそも大喜利って何するん？大喜利はお題来てるんですよ。
お題で吐き性のなんか大型新人が、吐き性オーディションで大型新人が加入、どんな新人っていうお題が来てるから、そのショールームでそれを答えて、ツイッターの方でも答えて、誰が審査員の、スタッフさんが審査員して、トップ3が優勝したら景品もらえるみたいな。そういやねんけど、そうで今出たのが2個出てて、おい小島白鳥履いてこいやつか、面接で全身タイツ履いてピクトグラムを披露した新人、合格した新人を投票した結果、小島返しが一番多くて、そうそうなの。じゃあこのショールーム審査員さん、このショールーム審査員されてなくない？審査員してない。だから NAB とショールームがコラボしてるから、むずい。もう何大喜利って、オーディションのまさかのカニみんなカニから一回離れよ、もうこりこじりちゃんが取っちゃってんねん。そう、もうちょっとね、インパクトが欲しくて大喜利になってないなと思って、小島返しでもいいねやけど、ねえ、こじりちゃんの白鳥姿に憧れて入ってきた新人、あ、それいいね。すげえ体張ってるやん。あ、こじりの名前を出さずにかけてもいい？全身タイツを全身タイツで全身タイツを全身タイツを着て白鳥を、文章がまとまらん、おぎりってむずいよほんまに。要はナンバー何やったっけ、ナンバーイでやってたなって思う。こら、いつまで寝てるの、起こしちゃった起こしちゃった。で、かりんちゃんの写真貼るねんけど、全身タイツじゃないからな。白鳥姿でビクトグラムとか、おもろいな、だいぶおもろいやろなそれそれだいぶおもろいやろな。大物新人教えたろ、私が石田ゆみやでのはどない、うん、自分をかけんのはな、せやね、シンプルめがいいよな。
そのパジャマしんちゃんのやつ、そうだよ、しんちゃんのやつだよ。深く考えたらあかんよな、もうパッパッパッパって決めたいよな、ほんまに。深くなるんやめよう。ねえ、私がさっき出てんけど、小島の写真は、小島のタイトルは小島の名前を出さずに写真だけ分かるように貼っときます。なので、白鳥姿でピクトグラムをする新人、どう？小島の写真貼んねん。ちょっと私今から貼ろう。間違えた。もうな、あかん、深く考えんとこ。私深く考えちゃうから、これや。ちょっと待ってな、あれ縦にいられへん。どうやさ、これでいい？どうも。どうも。写真貼ったら面白くない？まだ。ちょっと文章でだけじゃ多分分からへん人とかもいると思うから、どう思う？どう思います？イヤホン取れる？これで、これで取れる？分からん。写真なしなのかありなのかが分からへん。書いてない、そんな NG のことが。そう、書いてなかったから。ありかなしかで投票してください。1があり、2がなし。あ、間違えた、投票終わっちゃった。1があり、2がなし。審査員誰なんやろ、ファンの皆さんやっけな、スタッフさんやっけな。いいよな、もうこれで。
スタッフっぽい、スタッフさん誰のやろ、誰が、画像をつけてるメンバーいたよ、やって、あ、そうなんや、じゃあ投票終わります。まあありが多かったということでこれにします。ありがとうございます皆さん。あ、一段落一段落です。じゃあ私はこれを載させて、載させ、の、あ、載させて、の、ん、載させていただきます、載せていきます。今からツイートしていいか、載させていただきます、載せさせていただきますなんば、何これ、タイ、何、ハッシュタグ、何、何このハッシュタグは、なん、なんぐら、なんぐら、なんぐら、目だけ隠す、めっちゃ書いてるけど、みんな「ゆうちゃん他のショールームでめっちゃネタにされて、もう好きかよ私のこと」、黒い線で隠すの、個人を黒い線で隠す、目だけ、隠します、隠すのあり、急に出てきたけど目隠しがちょっと待って、一回やってみるな、ん、黒い、ん、ペンないのこれ、あれや、見えへんか、これこうなんねんけどこれこうなんねんけど、いいのこれで、みんな言うと知らんじゃん、私怒られても、みんなのせいやからなみんなのせいやで、ほんま、ほんまみんな悪いで、ほんま、え、これでいい、マジで言ったで、これで載せるからな、ほんま、まあ、仕返しなんで、大喜利っていう新人だけかな、でちゃんと小島のやつをミッションしてこう、小島、まあった、これでいいか、私はこれ東京の投票じゃない、載せんで、投稿すんで、わい悪くないってな、言って逃げる人おんね、あ、みんなのせいにしていいよってさ、これでいいよね、ちゃんと、はい、下書き保存して一回、よし、じゃあ今から載せるか、みんな見てな、見れる人は見てください、面白いだ、いいかな、もう行くよ、
い投稿しました。こじりどんな反応するやろ。どんな反応するんでしょうか。やったのゆみさんやから、ちゃんと小島のやつもメッションしたから。拡散希望、みんな拡散してよ、いっぱい拡散してください。いやこれも優勝でしょうって、1位でしょうって書いてください。本当にみんなで力を合わせて大喜利を出し合った。回答がこちらになります。私だけじゃないから、みんなもやからね。まあということで、本当に、こじりんはなかった、すいません。って言うてこじりんも私のこといじってたのでちょっと返しました。これは私は別に提案しないからな。ということで、ナンバグラ、何グラ大喜利、ユーミパイセンの力をお借りします、ヒーやってさ、私がミッションすんなってやつに対して。ちょっと見て、早く見てほしいな。ということで、大喜利ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございます。いやもう最高です、本当に。やっぱさすがですね、私には出てこなかったこれを。なんかほんまにおもろい、すごいな、みんなセンスやっぱすごいね。線がいいわ。うわこれ勝ちたー、だってみんなで一緒に考えてんで、これは勝ちたいよ。でしょ、もうそう全部私が決めたけど、みんなが出して結果私が全部決めたけど、各地がいい味出してます。ほじりんの返事がすごい楽しみです。次もういいでしょ。次はもういいよ。私今日舞台見に行ったんですよ。ちょっとまあとりあえずちょっとやばい、お腹痛いし、私なちょっと返事が来たら、ちょっと返事が来るまでちょっと待とうと思って、まあとりあえず一段落して、ちょっとこの大喜利の話はちょっと終わります。すいません、皆さんありがとうございました。協力してくださって。ありがとうございます。いっぱいツイートしてくださいね。そう、今日ね、舞台見に行って、見させていただいたんですけど、ちょっとね、私、英語が読めなくて、タラン。これなんて言うの？これじゃ分からん。パンフェルトもらったの。中身見せていいの？分からん。これでいいか。そう、チッシーとハルちゃんと、勝負マリンちゃんと一緒に見に行ってきました。あのね、2人だけで、出演者が2人だけだったんですけど、面白かった。たまになんか何やろ、ぶっ通しやから、まあ、もちろんそれはぶっ通しやし、2人しかいなかったからあれなんですけど、
喋りがやっぱすごいなって、なんか最初と最後の決め台詞だけが決まってるんですよ。でもその間のセリフとかが全部アドリブっていうのかなが入ってて、入っててっていうかほぼそれなのかな、それがすごいなって思いました。ハプニングも全然あったし、そうハプニングとかもあったし、けどそれも面白くしてたのがすごいなって思いました。いやさすがよね、2人はすごいですよね。そうこれ多分明日までなのかな、大阪は ABC ホールでありますので、ぜひね皆さん興味があったらぜひ行ってみてください。りんちゃん何掘ってるの、掘らない掘らない。そう2人は本当にすごいし、2時間かくらいやってたんですけど、りん何してるの、めっちゃ掘ってるめっちゃ掘ってるやん、掘っても出てこへんで何も。そうアドリブっていうのがすごい、私もね即興あれではやったんですけど、即興アドリブ芸人さんと一緒にやったんですけど、いやすごいよ、えこれアドリブって思わないぐらいすごかった、2人のその意気投合っていうか返しとかも。そうですね、はい、あ1時間ぐらいやってんのかな、もうショールーム10時になったら終わります。そう息ぴったりしなの、本当にうますぎる。鶴瓶さんもそういう舞台やってますね、あそうなんだ、すごいよ周りの方キラ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 笑ってたからすごいなって。っていうことでした、舞台見に行きました。何かありますか何かありますか、ちょっとリーン、すごく眠いです、私は全然眠くないです。ああ。今日カラコンしてないからな。TikTok に寄せてくれた筋トレ毎日してるってさ、おー偉いやん、私もしてんで、あと4日あと3日、
カラコンつけてない方が好きやねんって。私はつけてる方が好きかな。みんな明日仕事かな。毎年この時期の心配事は生誕ティーのデザインですねってさ。まだ考えてないんだ。まだ来てないし、もらってないし。ただ私が劇場に行ってないからもらってないだけであって、多分あるのはあると思うね。多分ね、知らんけど、知らんけど。あ、そっか、明日土曜日か。あれ、明日日曜日か。日曜日でした。お休みなのね。何しよう、ほんまに今年の生誕 T シャツ。ほんで何を言うことがない。いや、あんねん、あんねんけど、いや、どうなんやろ。そうなのよ、どうしようかな、ほんとに。 T シャツどういうデザインがいいですか。カラーは何個か迷ってるって感じ。そう、どうしようかな。周年ライブに着ていくやってさ、嬉しい。それを無周年ライブ着ていくんやったら、もう派手の髪色じゃない、派手な T シャツカラーがいいよね。まあ私の担当カラーは紫なんで、紫とか。まあ普段着てほしいなってなると、シンプルめにグレーか白か黒いいけど、うん、どうしようかな。どうしようかな、先端 T シャツ迷い中。そう、はるちゃんのやつは目立っていいなって思った、公園とか。そう、すぐ分かるやん、だって俺私推しじゃんって。ってことを考えると、うん、確かに。プロのメンバー多い気がしてん。うん、そやねん。やっぱみんな一周回ってその色になるよね、絶対に。じゃあね、色なんいいね、別に色は。デザインどうしようかなって、ちょっとデザインを探しときます。いろいろ見て。ゆうちゃん11着目になるの。そうだよ、あれ、そうなるな。うん、そうなる。13141516171819202121222
11着目になんねん、どうしよう。やばいな、23って。あ、ちゃんと生誕祭までにはちゃんと出すようにするから、それを安心して。毎日もばめ見て幸せになっております、こんばんは。ありがとうございます、もばめ撮ってくださって。なんか私さ、エクステやからさ、巻いたのにさ、もう取れてんねん、見て。ほら、持たへんねん、エクステ。ウェーブのやつは持つねんけどな。細かいウェーブ一時期してたよ。あれは持つの。けど普通の巻きが持たんくなってきた、エクステは。生誕 T シャツは、そうだよね、ハッキーゲットしたいよね。頑張って書いて提出します。じゃあショートに、まあ、いずれショートに戻すでしょう。私飽き性やから分からへん。今はもう考えてない。明日に戻すかもしれへんし、1年後に戻すかもしれへんし、それはもう分からん、私の気分ですからそれはちょっと分からんけど、気分でコロコロ変わる人なんで。え、道ぐらいにしよう。いやあそこまでは戻さんかな。戻すとしたらもうここ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 の辺。そろそろ時間、じゃあということで、それで一生ロングかもしれへんし、それはもう分からん、私の本当に気分なんでね。じゃあということで、ギフトをくださった方のお名前をお呼びします。ななちゃん、しげやん、あかりちゃん、まおちゃん、まおさん、まおちゃん、うちなんちゅう、ちなっちゃん、あかちゃん、なるまーさん、あきらさん、きーちゃん、森のくまたん、石田正さん、 DD 小山さんですかね。ありがとうございます。ランキングの方読ませていただきます。13位ななちゃん、12位ちなっちゃん、11位ソフトグリーンさん、10位ふみかちゃん、9位キーちゃん、8位カバブさん、7位みーちゃん、6位中平康介さん、5位森のくまたん、4位 DD 小山さん、3位石田正さん、2位うちなんちゅう、1位はあきらさんでした。ありがとうございます。あれ、呼ばれんかった、呼ばれへんかった。あれ、中平康介さん、ギフト、ギフトがってこと、ギフト、あ、マジでケンピーさん、中平康介さん、ありがとうございます。あとはナルマンさんも、これって書いてるけど、ギフト初めて送ったけど名前呼んでくれるの初めて知ったです。あ、そうなの？そう、ギフトまでね、私は読むようにしてます。ギフト、あれ、全然反映されてなかったよ。時間が経つと多分ね、消えていくんやと思います。そう、多分ね。うん、中平康介さんないな。今見たら消えてましたやつさ。じゃあということで、大喜利は1位を願って、みんなでね一緒に考えたから、これは1位取りたいよね。ありがとうございました、一緒に考えてくださり。最近呼ばれないさ。あれ、たかちゃんも送ってくれたのかな。
なかったんかな。じゃあということで、おやすみなさーい。明日仕事の方頑張ってください。バイバイ。バイバーイ。